セントマイケルズマウントの南西コーンウォールのすぐ沖合にある小さなタイバルアイランドである。艦長から注意時にはグレートブリテン島のマラージェオン町と人口の河口岩の土手道で地続きになる。この様子がフランスの有名な世界遺産門サンミシェルと似ていることから英国版門サンミシェルとも呼ばれる。バラ戦争中期の1473年9月に ランカスター派のオックスフォード・ハクジョン・ド・ビアーはこの島を占領し、奥派に抵抗したが必ず降伏、フランスカレーの要塞に遊兵された。2011年のこの教区の人口は35人である。ナショナルトラストによって管理されており、約1650年以来、城と礼拝堂はセント・レバン・ダンシャク、セント・オビン家の所有である。山頂の初期の建物は12世紀のものである。 コーンウォール後の森林の中の白い石は、この湾が沈む前の様子を表した可能性がある。大きく潮が引いた時に、木の残骸が確認され、放射性炭素年代測定では、紀元前1700年頃のものと確認された。セントマイケルズマウントは、本土の英国から橋を架けずに歩いていくことができる43の長官島の一つである。島の一部は、 その地質学特徴から1995年に自然保護協会特別指定地区に指定された。ありがとうございます。